上田直通は、熊本県宇都市出身、プロサッカー選手。ポジションは、ディフェンダーリーグ、アンニームオリンピック所属、日本代表、小学生時代からテコンドを始める。小学3年生の時には、小学生部門全国第3位になったほか、中学時代には、日本一、さらに、世界大会にも出場したという。小学3年生の頃に友達に誘われて緑川、 少年スポーツクラブでサッカーを始めると、徐々にサッカーに熱中するようになる。宇都市立住吉中学校では、サッカー部に所属。中学卒業後は、どうせやるなら、全国やプロを目指せる環境で挑戦したかったという思いで、地元の競合校である大津高校に入学。サッカー部に入部して間もなく、監督の平岡和則から、 日本で極めて稀な素材とその異を見出され、一年生の頃からスタメンに抜擢される。三年時には首相に就任。同年は天皇杯の熊本県予選である NHK 杯熊本県サッカー選手権大会を制止、第92回天皇杯全日本サッカー選手権大会に出場したが、当時 JFL 在籍のビファーレン長崎に敗れ一回戦、敗退した。 第91回全国高等学校サッカー選手権大会にも出場したが、1回戦で旭川実業高等学校に敗れた。大津高校卒業後に、浦和レッズ、横浜 F マリノス、川崎フロンターレ、FC 東京、名古屋グランパス等のクラブから獲得オファーを受けた。最終的に雰囲気がファミリーに近い。ということで、 同じ大津高校の豊川優太と共に2013年、鹿島アントラーズに入団する。入団会見では、自身をワニに例え、ワニが獲物を水中に引きずり込んで仕留めるように得意な部分に持っていって、相手を仕留めたい、と語った。2013年3月23日、ナビスコカップ第2節 FC 東京戦で、プロ初出場を果たした。2014年3月1日、 J1 第一節バンフォーレ甲府戦で J リーグ初出場を果たす。2015年4月16日、J1 ファーストステージ第6節柏レイソル戦でプロ初得点を挙げた。シーズン終了後はサガントスやビッセル神戸からオファーを受けたが、断って柏に残留することを決めている。2016年はファン速コとレギュラー争いをしてセンターバックのポジションを争った。 フィファクラブワールドカップ2016では、小次元とディフェンスラインを組み、固い守備で決勝進出に貢献した。決勝のレアルマドリード戦では、クリスティアーノ・ロナウドラとマッチアップをする模様に失点を喫する。敗戦はしたものの、その守備力は海外メディアからも評価された。2017年9月23日、第23節のガンバ大阪戦では、終了間際に、 CK から得点を決めて5連勝に貢献した。2018年7月12日、ベルギー一部リーグのサークルブルフヘの遺跡合意が発表された。8月12日、第3節のスタンダールリエージュ戦でスタメンデビューを飾った。4月6日、プレイオフに、第3節のロイヤルエクセルムスクロン戦で遺跡後初得点を決めた。2021年1月18日、 リーグアンのニームオリンピックへのシーズン終了までのレンタル遺跡が発表された。5月28日、チームは残念ながら2部に降格してしまったが、ニームと新契約を結び、完全遺跡で加入したことを発表した。2014年12月28日、怪我により出場辞退した内田篤人に代わり、2015年1月にオーストラリアで行われる AFC アジアカップ2015、 の日本代表メンバーに初選出された。しかし、大会を通して、試合に出場することはなく、チームも準々決勝で敗れた。2016年、AFCU-23 選手権2016のメンバーに選出され、グループリーグ第1戦の U-23 北朝鮮代表戦では、決勝ゴールを挙げた。7月1日、リオデジャネイロオリンピックの18人のメンバーに、 選出され、3試合すべてフル出場するも、チームは、グループリーグ敗退となった。2017年12月12日、アフナス1フットボールチャンピオンシップ2017の中国戦で代表デビューを果たした。2018年6月、2018FIFA ワールドカップのメンバーに選出され、初の W 杯メンバー入りを果たすも出場はなかった。元日本代表 DF。 マキノトモアキ、元日本代表 FW、ホンダケらスケの経験豊富なベテランメンバーと日本代表チームを盛り立てた。2020年10月13日、オランダユトレヒトで行われた国際新善試合のコートジボワール戦で後半88分に室谷生徒交代スリーバックに変更。日本代表が最後の構成をかけるとアディショナルタイム1分にセットプレーから カシマアントラーズ時代の元チームメイトである、柴崎学のクロスボールにヘディングで合わせ、代表初得点を記録。186センチメートルの長身と抜群の身体能力を誇るセンターバック。フィジカルと対人戦、空中戦の強さに自信を持ち、フィジカルなら海外の選手にも負ける気はしないと自負している。豊川祐太は、高校時代の上田について、 こいつが守備で負けたのを見たことがない。大学生でもプロでも吹っ飛ばしていたと語る。また、50メートルを6.1秒で走る瞬足も兼ね備えており、強さや高さだけでなく、速さも持ち合わせている。筋肉量や体脂肪率、ローミーなど全6項目で測る体蘇生テストの数値では、U-22 日本代表でトップである。 ユース経歴プロ経歴その他の公式戦、ありがとうございます。